Catch the Spirit. Making Sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今週は、はい、幸喜と美智子の公開直前キオス会議ウィークでございます。映画キオス会議は11月9日から全国公開でございます。自信作でございます。映画撮影秘話、そして出演者の素顔を紹介していくわけなんですが、今回ね、昨日も言いましたけど特殊メイクなんですよ、カツラがね。で、時代劇でそのよく見るカツラ、ここが酒焼きっていうのがあって、ここ頭剃るじゃないですか。で、この耳の上だけ残すじゃないですか、でも実際の例えば幕末とかの写真見ると、本当のちょんまげを見ると、かなり皆さん後ろに後退してるんですよね、やっぱり引っ張るからかな、関係ない、あとね、すごい反ってるんです、頭の上を。うーん、もう角度によってはもうツルツルに見えるぐらい反ってるんですよ、でも時代劇を見るともうちょっと毛があるんですよね、これなんでかなと思ってたら、やっぱりその映画で時代劇ブームっていうか、昔いっぱい時代劇作ってた頃、例えばだから大友龍太郎さんとか、眠り京四郎とかね、京四郎とかね、市川海老蔵さんとか、そういうこう大御所の皆さんが時代劇やってる時に、やっぱりあんまり頭がハゲ頭っぽくとかっこ悪いじゃないですか、で徐々に、ね、かっこよくしようっていうんで少しずつ毛が増えてきたらしいんですよ。でそれが定着してるので、僕はそれをちょっと戻そうと、でもリアルにしよう、黒沢監督もそういうふうなことをなさってたらしいんですけども、あ、菊池はなんかまさに野武士ってこんな感じっていうような、菊池もボソボソでしょ。あと志村たかしさん、七人さんのリーダーとかって結構この反った頭の上がちょっと生えてきたりとかね、そういうリアル。あとあれですよ、中台達也さんが椿三次郎の時かな、敵役をやった時にすごい反ってるんですよ、だそれをちょっとやろうっていうので、今回は特殊メイクでかなり後退した頭っていうのをこう作ったんですけど、反ってもらえ、誰が言うんですか、三谷先生。俳優さんちょっとすいません、なんかさ、俳優さんってさ、歯取ったって話はよく聞くんだけど、反ったって話はあんま聞かないね。髪の毛反ったたまにいらっしゃいますけどね、老け役でね、ああちゃんと反ったっていうの、すごい話だよね。なんかなかなか言いにくいよね、やっぱり。なんかでもね、まあ丸坊主は別ですけども、ちょっと後退した頭を作るときに、その老けメイクで実際に反っちゃうと、その本当にこう自然に後退した頭と反った頭ってちょっと違うから、そこそこそこ若干違和感があるんですよね。だから僕が今波平さんみたいな頭にしようと思ってここを反ったとしても、多分すごい違和感あると思いますよ。そうだね。でこの休止会議の会議があったのは嘘でしょ、本当ですか、何言ってんですか、全部本当ですよ、全て本当。なんで疑ってらっしゃる。いやいや、ほら、ここは分かれよみたいなんじゃん、時代劇って。ここはほらみたいな、これはだって時代劇っていうか、もう歴史劇ですから、有名な話なの、清司会議って言ったら有名ですよ、知ってる人は。とにかく日本の歴史上初めて会議で歴史が動いた瞬間ですからね。普通戦とかでね、今まではね、会議で決まったんですよ。そっかそっか、じゃあ日本人にして初のなんていうの、和平な、まあそうですね、まあその後またその会議が決裂しても大戦争になるんですけど、ああそうなの、でも一応こうみんなでまとまって決めたという。ああそうだね、一回じゃ、まあちょっと話して会おうよって言っても余計に憎くなるってことあるかもしれんな。まあそうですね、遺恨が残ったりしますからね。そうかもね、これ本当の話ですから。会議のね、もうこれネタバラシになるんだけど、まあ別に実際に会ったことなんで話しますけども、その秀吉と大泉さんと、役所広司さんの柴田勝家がとにかく対立するわけですよ、でどっちがね、まあ後を継ぐか、柴田勝家は、織田信長の三男を推していて、で秀吉は長男の息子、押してるわけですよ、孫、孫、どっちが後を継ぐかみたいなことになってくんだけど、みたいなの客観的に見てどっちの方が正しい、孫の方がまあ賢そう多分。孫はね、正当な後継ぎですから、孫なんだけどまだ2歳、3歳ぐらいなんですよ。だって三男だったらそうでしょ、三男もいい大人ですから、ってことはちょっとお年寄りかなって感じ、継ぐには。いやもう25、6の
あじゃあちょうどいい、ちょうどいい感じなんです。じゃあもし三谷さんがそこの場にいたら、うん、ここは3なんだね。僕がいたらですか、うん、いやどうですかね。まあそんなに詳しく書いてないだろうから分かんないよね、人柄みたいなの。いやでもみんなは多分3なんだ。あの今回坂東簑助さんっていう方が、三津五郎さんの息子さんがやってらっしゃるんですけど、うん、もう見た目もかっこいいし、うん、頭もいいし、うん、もう誰が見てもこの人が跡継ぎだ、うん、で秀吉は最初はあの妻夫木聡さんが次男でいるんですけども、うん、次男を押すんですよ、うんうん、でもものすごいバカ殿で、うん、なんかもうちょっとあのふぬけみたいなやつなんで、でこれはちょっとダメだっていうので途中でもう捨てて、うん、で長男の息子、長男死んじゃったんで、うん、長男の息子の、三法師っていう子供を、それ誰誰役、誰、赤ちゃん、赤ちゃんです。赤ちゃんか、3歳ですから。えなりじゃないのか。えなりじゃないです。そうなの、そんなちっちゃいのか。じゃあちょっとお話にならないね。でももう完全に押してんだ。そうだからどうなるか、うん、でそのみんなで話し合いで決めるんだけども、秀吉がその一番大事な時に「俺ちょっとお腹痛いからトイレ行ってくる」って言って席を立つわけですよ、うん、それ本当？それ本当なんですよ、うんうん、だから自分が席を外すことでそのなんか無言の圧力をかけるみたいな、うん、お前らで決めろよみたいな、俺の言う通りしないとなんか大変なことになるぞみたいな、こうあそっち空気を残しつつ一回トイレに行くっていう、それがやっぱ秀吉すごいなと思ったんですけど、それは、うん、偶然に、うん、あの尿意をじゃなくて多分、うん、ってこと。その小日向さんがいるじゃないですか、うん、あと佐藤浩市さんもいるわけですよ。この二人がどっちにつくかで悩んでるわけですよ。はあなるほど。でもなかなか決められないから秀吉はもう頭にきて、うん、じゃあ分かった俺もう一回席離れるから、うん、お前ら決めろって出てっちゃう。まあ大概2対2になるわね。そうでも小日さんは、うん、もう最初からずっと役所広司さんのもう親友なんで、うんうんうん、もう向こう側についてるわけですよ、うんうん、でもそれも秀吉がこう知ってて裏工作でいろいろこう俺についた方が得だぞみたいな、そういう顔してるね小日さん。でもすごく悩むっていう。しかも秀吉トイレ行っちゃうんでうわどうしようみたいな、罰が悪いよな、罰が悪い、そこがまあある種のクライマックス。なるほど。で観客としてはそれがどうなったかっていうのは当然見えるわけですよね、まあ、最後さあどうなったでしょうかじゃないよね。まあそうですね、まあみんな知ってるし、ね、まあ、最後秀吉がどうなるか知ってますからね。歴史知ってれば知ってるんだよね。はい、というわけで11月9日全国公開です。知ってても面白いですから、お願いします。You know, I think Mr. Mitani may finally be getting Mi-chan interested in ancient history after all these years of ridicule. Who knows?